はい、皆さんこんにちは、ラピ TV です。火星の不思議な場所、今日はこちらソル1374で見つけた火星の衝撃的な映像、都市らしき建造物を丘の上で見つけましたんで、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。また久々の大発見となります。こちらの映像、今この部分拡大しないで mars.nasa.gov の正式サイトの写真をお見せしております。これ110%の拡大です。この110%で見るとただの石みたいに見えますが、衝撃なことが起きます。拡大していきます。次の画像です。写真から、はい、これが拡大した画像です。どう思われますか？こういった未来的な石組みの建造物みたいなものが見えております。果たしてこれはただの石がこういうふうに見えているものなのでしょうか？皆さんと一緒に検証していきます。またこの下の地下の部分にもね、こういった窓みたいなものがたくさん開いております。果たしてこれは上にある建造物で、これと地下につながっているのでしょうか？こちらの不思議な建造物見ていきたいと思います。次です。はい、これがさらに解像度を上げてみたところです。この辺なんかまるで都市のビルディング群に私は見えますが、皆さんはどうでしょうか？そして次です。はい、明るめにしました。ここは光がかなり当たっている部分です。こういった感じで、ここ円球状の屋根みたいなものも見えますね。そしてここですよね、変わっているのは、はっきり見えている、こう日本の玄関みたいな柱があります。そしてこういった建物、現在の社会でも通用するような建物がこういうふうに見えております。不思議にこの丘の岩の部分にね、こういったものが、まあ、窓みたいなものも見えておりますので、地下にも作っているのでしょうか？そして次です。はい、これが引いたところの写真、これなんかまるで家みたいですよね。そんな風に見えているだけでしょうか？この丘の上、この辺一帯が怪しい都市的なものといったものです。どうでしょうか皆さん。そして次です。そして次です。はい、これ割とはっきり写っております。これは果たして何でしょう？いつものように皆さん概要欄にコメントください。そしてこれです。はい、これはちょっと引いて全体の丘の様子を お見せしているものです。これはソル1374ローバー左ナビゲーションカメラが撮影したもので、日にちは2016年6月17日に撮影されたものです。何か都市らしき建造物が写っております。果たしてこれは何でしょうか？そして次です。はい、割とこれ鮮明に拡大したところです。この辺なんか見てください、建物に見えますよね。すごい建物が建っていると私は思います。で、これずっとこういうふうに垂直を出すとね、この丘の斜めになった部分に対して全てが垂直に建ってますので、明らかに建造物だと思います。こういうふうに斜めに傾いてないんですよね、建物が。こういった斜めの丘のところにまっすぐと柱は立っております。それが、まあ、建造物である証拠ではないかと思います。石だとね、傾いたりするんですけど、ここなんか直角が出ています。はい、ここら辺も90度の直角ですね。垂直に立っている柱、建造物、これは私は建造物と思うのですけど、皆さんの意見はどうでしょうか？コメントください。それではそのフィルターを見て、最後にその正式リンクで拡大します。まずフィルターをかけたものです。これです。見やすいようにこういった感じで拡大しております。ちょっと拡大します。これです。左から流していきます。ゆっくり流します。はい、この辺も、この辺が岩場として、この辺もね、岩を削って作ったような建造物も見えます。この建造物とまたこちらの上に立っているのはまた違った建造物に見えますね。角度が垂直に
こういうふうに柱が立って建物らしくまっすぐです。まっすぐ全てが立っておりますので、私は建造物だと思います。さらに拡大します。はい、拡大して左から流していきます。ここですね。そしてここ、そしてこの家の門の入り口みたいなところ、柱が2本立っております。ここにもあります。で、こういった感じで続きます。ここは非常に反射しておりますね。明かりが当たって、光が当たって、こんな感じです。そしてここに柱みたいなアンテナみたいなものも見えております。そしてこれですね、不思議なもの、何かマンションみたいな感じに見えるものです。これです。そしてここで途切れております。ここに丸いものが何か見えております。そしてこれも不気味です。はい、人の顔に見えるのも不思議ですね。ここ窓みたいに見えますね。はい、こういった場所の丘の上にあるこの謎の建造物と私は言っておりますけど、今日見つけた不思議な建造物、火星シリーズでいくつか見た中で、これは鮮明に映っている画像の方だと思います。これ引いたところで、右がこれも建物、この辺ですね。そしてゆっくりと流します。明らかにこれは私は建物、建造物だと思います。岩肌ではないと思いますね。垂直が出てますもんね。まっすぐと建造物で立っている感じがします。遠近感も出ております。向こうに行くに従ってこういった感じになってます。こちらが手前ですね。探査車のカメラ側がこちらになります。はい、果たしてこれは何でしょう。最大まで拡大して、これでもう一度流してみます。見えにくいと思いますが、これ、はい、それとこれ、はい、そしてこのマンションみたいなものです。ではちょっと引いてフィルターをかけていきます。いいですか。はい、これがネオというフィルターをかけたものです。割とさっきよりまた変わった感じで見えると思います。果たしてこれら建造物なのでしょうか、それとも私の単なる岩の間違いなのでしょうか。特にこの辺が不思議です。はい、こういったところです。そして強調したところ、ちょっと引きます。はい、これなんか白黒を強調しました。フィルターをかけて、この辺です。一番すごいのはこの辺で、ズームします。はい、今よく見えてます。形がよく見えております。ちょっと目を細めてもらって、遠くから見てもらうと分かると思います。はい、果たしてこれらは何なんでしょうか。火星で見つけた都市らしきもの、果たしてこれは皆さん何だとお思いでしょうか。ただの岩でしょうか。これが NASA の正式サイト、ソル1374が撮った不思議な写真となります。そしてもう一つズームした方の、これが私がまあ割とよく見えるような写真に加工したものです。どうでしょうか。この辺とか拡大します。こんな感じです。まあある一部分、あの部分を、あの家の門みたいなところを拡大したものです。さらに、はい、これです。私は建物だと思います。建造物に見えますが、皆さんは何に見えますか。そういったわけで、こちらの写真の正式リンクに飛びたいと思います。これ強調したところです。はい、これですね。ではその正式リンクに飛びます。こちらが mars.nasa.gov ソル1374の画像です。これが通常の画像で、これ見た限りでは何かこういうね、丸い光の輪郭が出ているだけに見えます。そしてここに惑星か衛星が、小さく点が見えております。これを今110なんで拡大すると不思議なことが起きます。300で拡大したところ、ここに惑星がありますよね。衛星か惑星が見えております。そして300に上げるとこんな感じに見えます。
果たして岩肌が見えているのでしょうか。そしてさらに拡大します。400です。400の映像、さらに拡大します。500です。500になるとはっきり見えてきますね。こんな感じで、果たしてこれは岩肌が映っているものなのでしょうか。これが正式リンクを最大500まで上げたところになります。そして先ほどの写真、こちらがさらにズームして見たものとなります。ズームしすぎて角張ってこういう風に見えるのでしょうか。皆さんその辺をまたコメントください。これですね、私は建造物が立っているものだと思われますので、皆さんのコメント、今日火星で見つけた不思議な場所、こちらのズームしてお見せしておりますこちらの上の部分、石なんでしょうか、それとも建造物なのでしょうか。皆さんのコメントお待ちしております。火星で見つけた謎の建造物、果たしてこれは知的生命体の基地なのでしょうか、それとも住居なのでしょうか。こういった不思議な建造物が写っているものを今日は見つけましたんで皆さんに紹介しました。今までたくさん見つけてきましたけどね、これは割と大きめに写っておりますので、割と建造物に見えますね。果たしてこれは岩でしょうか、建造物なのでしょうか。皆さんのご意見お待ちしております。また不思議な場所見つかりましたらご紹介したいと思います。今日ご紹介したのはローバー左ナビゲーションカメラが2016年6月17日に捉えた写真よりお送りいたしました。また不思議な場所見つかりましたら皆さんにご紹介したいと思います。ではまたです。さようなら。